日本初在日コリア人の通名研究所在日通名大全宮本陽一という本を6月6日発売です。下の概要欄見てください。 Amazon で予約受付中です。前のね生放送で最後にちょっと触れたんですけども、ここにねサンプル本ができましたと言ってもかなりやっつけなんですけども、ちゃんとねオフセット印刷したものが届きますので、ご心配なさらなくて大丈夫です。でこの本なんですけどね、宮本陽一さん、日本正史五言辞典を作ってる人ですね。その人はねとにかくこの在日の通名に関してはですね大変深い知識を持っておりまして、この本の序文ではねどういう説明がされているかっていうと、在日通名大全は日本初の在日コリア人の通名を研究した本です。在日は在日外国人の略称であり、本書では特に在日韓国朝鮮人に限定して使用します。また大韓民国朝鮮民主主義人民共和国のどちらかを支持するわけではないので、総称としてコリアと呼ぶことにしました。通名を多く知って在日との関係改善に役立ててほしいと考えています、というね大変ね志の高い素晴らしい本なんです。でよくね誤解されるところがあるんですよね。日本正史五言辞典にしてもこの宮本陽一先生が着目しているのはですね、あくまでその名字の語源なんですね。名字の起源です。まあ、その人の国籍がどうとか属性がどうっていうことじゃなくて、その人の名字がでどういう由来かっていうことが着目点なんですね。だからこの在日の通名っていうのもね、その人自身の国籍とかその出自っていうよりは、その人の名前がどこから来てるのかっていうところに着目したものなんですね。だからこの在日っていうのも在日外国人っていうけども、まあそのかなり新しい時代になって朝鮮にルーツを持つ名字を持ってる人という、まあそういう感じの意味になるんですね。で通名ってっていうのについてはね、知ってる人も結構多いと思いますね。まあよくあるのが、ね、キムさんだったら金本とか金村とかね、日本で名乗るというケースが多くて、あと張本さんなんか有名ですよね。まあそういうのは元の漢字、元の朝鮮名の名字の漢字にちょっと一文字加えて日本風にしたっていうものなんだけども、でもそれだけじゃないんです。実際は本当にいろんなバリエーションがあるんですね。例えばね、ここにね本願の一覧なんていうのがあるんですよ。皆さん朝鮮の本願なんて知ってますか？ちょっとね韓国通朝鮮通の方なら知ってると思うんだけども、例えば韓国だとねキムさんっていうのが圧倒的に多いんですね。もう本当にキムさんだらけですね。でもキムさんってねそれで一種類じゃないんですね。いろんな系統のキムさんがいるんですね。この在日通名大全によれば348もあるんですね。金海のキムさん、慶州のキムさん、宽山のキムさんとかね、安東のキムさんとか言ってね。で、本願が同じキムさんは互いに結婚しないんですよね、習慣として。というのがあって、朝鮮、韓国でもね、このいろいろとこの先祖の伝承っていうのが各家にあるんですよね。それがね、日本で名乗ってる通名とどんな風に関係あるのかっていうのを説明してるんです。だからね、かなりね、学術書の様子を呈しています。とは言ってもね、まあ、こんだけの本なので、本当片手で持てるぐらいの本なんで、これね、全部、例えば本願とかね、全部網羅したら、こんな、もう分厚い本になっちゃいます。辞典みたいになっちゃうので、あくまで通名大全ということで全体をこうね見渡せるっていう意味で、これを使えば朝鮮のね人たちがどんな通名を名乗ったのか、どういう基準で通名を名乗ったのかっていう全容が見渡せるわけです。だから本格的に研究してみたい人はここからですね、いろんな参考書、まあ日本正史五言辞典っていうのもありますしね、あとはこういう韓国の本願の一覧だとか、そういう参考書なんかを、参照してですね、それでさらに研究を進めていけばいいということで、まあでもこれ一つあればもう大体もう通名とは何なのか、通名というのはどんな風に作られてきたのかっていうのは分かってしまうわけです。でまさにねこれは韓国朝鮮との、ね、友好を、ね、促すものだと思います。今なんか日韓関係がねだいぶ壊れてしまいましたよね。本当にね、本当にもう1990年頃から、その頃からもうね日韓関係どん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 おかしくなってですね、でやっぱ一番の原因っていうのはこの正しい情報を伝えよう、正しく理解を深めようっていう考えがなかった。とにかく何がね政治的な意図で
何か事実を示そうっていうんじゃなくて、何かしら情報操作をしてね、この政治的に何かね、こう導いていこうみたいな考え方があるからおかしくなってしまったんですよね。まあ一番悪いと言われてるのは朝日新聞なんですけども、まあぶっちゃけて言うと、だから何か事実を伝えようっていうんじゃなくて、なんかこういう風にね持っていきたいみたいな意図があって、それで事実をねじ曲げてしまったから、余計に互いに不信感を深めてしまうっていう、ね、おかしな状況になってしまってるわけです。でこの在日通名大全っていうのもね、じゃあこれが有効に資するというのはね、僕は実際そうだと思います。よくね在日認定っていうのがありますしね、 YouTube なんかでもちょっと陰謀論っぽい動画が上がってたりするわけですよ。あの人は在日だとかね、こういう左右対称の名字は在日だとかね、そういう陰謀っぽいものを信じてしまう人がいるんだけども、その背景にはやっぱねこの通名研究っていうのが、まあ、タブー視されてるところがあるんじゃないかと。宮本陽一さんも僕に、ね、語ってたんだけども、まあもうこんな本出せないよと、日本だとこんな通名を研究した本なんてとても出せないと。ただじゃあ外国ではどうかっていうと、例えばユダヤ人の名字とかね、あと黒人の名字とか、そういうものを研究した本って普通に出てるんです。で実際それがね社会学なんかの研究に応用されてるんですね。例えばその名字からその民族性っていうのを判断して、そういう人たちがどんな職業をしてるかとか、そういうふうなアプローチでそのどんどんその民族というものを理解していくという、まあそういったことにね使われてるんですね。だから在日コリア人についてもですね、そういった研究がタブーなくされていくということで、より理解が深まっていくんじゃないかっていうところなんです。まあちょっと一つ豆知識なんだけども、在日の人に多い通名って何ですかっていうとね、まあ当初ね、宮本さんの説だと、新井なんですよね。まあ大体それがね、宮本さん以外でも通説です。新井というのが多かった。新井っていうのは、元はパクさんのことが多いんですね。パクさんの先祖は、神羅の王様で井戸から生まれたっていうような、そういう伝承があって、神羅の王様が井戸から生まれた新井というわけですね。ところがですね、宮本さんの研究だとね、どうも違うと。膨大なデータをね、研究したんですね。漢方のね、ほとんどもう戦後の漢方を全部網羅的に調べてですね、それで9672個の通名を抽出したと。でこれね、通名って重複もあるんで、実際はね、なんか14万とかそのぐらいの名字を調べたんですね。そしたらまとめると9672個だったってことなんです、通名が。でそれを分析すると面白いことが分かったんです。新井じゃないんですよ、実は在日の通名で多いのが。その通名っていうのはね、意外かなっていうふうに感じるかもしれないっていうのも、でも大阪の人にとってはね、あ、なるほど、これはありえるなっていうような名字です。ということでね、それはね、この本を読んでのお楽しみということにしますので、ぜひお買い上げいただければと思います。在日通名大全、Amazon 限定で今予約販売中です。よろしくお願いいたします。